こんにちは、ロクメガです。こんにちは、アヤナです。今回は現時点でのガンボルトシリーズ最新作にして最終作、アームドブルーガンボルトギブスのレビューを行う。今後レビュー動画はこういう感じで行っていくのね。前回のマイティナンバーナイン同様、要点を抑えてコンパクトな感じでいこうと思う。では始めていこう。ガンボルトギブスは前作ガンボルト層から6年も経ってから発売された作品。間に挟んだ白き鋼鉄の X と違って、一応直接の続編に該当する。一応という言い方が気になるわね。なぜ一応なのかは後に説明する。シリーズが進むたびに主人公を追加、または変更して続けてきた本作だが、本作はガンボルト層同様、新主人公とこれまでの主人公によるダブル主人公となる。新主人公となるのは彼女、キリン。どことなくはそうな雰囲気をまとっているわね。一応本作はダブル主人公という感じになっているが、本作を一通りクリアするまでの間は彼女を動かすことになる。ガンボルトは動かせないのかしら？シナリオの都合上、ガンボルトは困った時のお助けキャラという立ち位置になっている。なのでスコアを気にするプレイヤーはほぼガンボルトを封印してプレイすることになる。クリア後に彼を動かすための専用のモードが用意されているので、ガンボルトを気兼ねなく動かしたいプレイヤーはまず一度クリアする必要がある。ダブル主人公と呼んでいいかはちょっと微妙なところね。だがガンボルトはもともと最強の能力者と呼ばれていたキャラクター。今作はそう呼ばれるのにふさわしい本当にシリーズでも最強のキャラクターとして、ボスクラスのキャラでさえ一方的に撃滅できるだけの力を持ったキャラクターとして猛威を振るう。だからガンボルトは主人公の一人ではあるものの、メインシナリオで使っていけるキャラとは言い難いキャラになっているのね。もちろんアクションが苦手なプレイヤーは彼に頼りきって物語を進めることもできる。が、ラストステージは物語の都合で彼を使うことができないから、やっぱりもう一人の主人公であるキリンを使う腕を磨かないと、最後の最後で痛い目を見ることになる。プレイヤーに優しいのか厳しいのかわからないしようね。新主人公であるキリンの性能をここで説明しよう。今までのシリーズ同様、彼女はロックオンするためにお札を投げる必要がある。今回はお札なのね。そしてそのお札でロックオンした対象に向かってワープで近づいて攻撃をする。このワープ切りこそが彼女の最大の武器となっている。複数の敵をロックオンすれば一度の攻撃で同時に敵を殲滅することができる。このため本作におけるロックオン攻撃は前のみならず上下に打ち分けることも可能となっていて、ロックオンの時点でこれまで以上に若干複雑な操作を要求されるものとなっている。その気になれば地面にほとんど着地することなくこのワープ切りだけで移動し続けることも可能で、本作のスコアアタックは彼女を常に浮かせられるかどうかが試されるものとなっている。またとんでもない能力を持っているものだわ。当然お助けキャラであるガンボルトはそれ以上の力を持っていて、無限に飛び続けていられたり、アキュラのブリッツダッシュみたいなことができたり、ボスを一撃必殺で倒せたりと、非常にやりたい放題な性能になっている。それだとガンボルト一人でどうとでもなっちゃうんじゃないかしら？ガンボルトはその性能の代償として、キリンと交代で戦うことになっており、交代していられる時間はキリンを操作することで溜まるゲージに依存する。よっていつでも使えるかと言われたらそうでもなかったりするので、このあたりでバランスをとっている。なるほど。ここまで語ればお分かりいただけると思うが、本作の最大の評価点はこのアクション面での正当進化であると言える。Twitter ユーザーの中には特許を取るべきではないか？と声を上げるプレイヤーもいるほどだ。ロクメガ君も同じ気持ちなのかしら？特許が必要かどうかはともかく、2D アクションが今の時代ここまで進化できるものなのかと、割と大真面目に思ったな。2D アクションというジャンルは、今でも進化できる余地がある。ガンボルトシリーズは新作が出るたびにそう思わせてくれたが、今回もそう思わせてくれたよ。さらにイマージュパルスと呼ばれる、装備アイテムの登場。これは装備していると様々な効果を発揮するアイテム群で、スコアやアクションに大きな影響を与える。ロックマン X6 のカスタムパーツみたいね。そういう認識で間違いない。口頭では全ては説明しきれないが、これの存在のおかげでかつてないほどアクションに幅が生まれることになった。このイマージュパルス専用にドット絵を描き下ろされたキャラクターも存在するため、事実上本作でしかドット絵が見れないキャラクターというものが存在することになった。制作現場はなかなか大変だったんじゃないかしら？もともとはドット絵を使い回せて多少は楽になるんじゃないか？という判断があったらしいのだが、実際のところ余計に時間がかかる羽目になったというのを聞いたことがある。あららら。評価点として語れるのはこんなところだな。アクション面でこれを超える操作性、爽快感を持つゲームはそうそうないと言っても過言ではないだろう。問題点はないのかしら？もちろん、ある。本作の問題点は時系列が繋がっているという意味での続編であって、前作のエンディングの続きにはなっていないことだ。どういうこと？前作、つまりガンボルト層終了時点から予感させてくれるであろう。続編への期待は良くも悪くも裏切る展開になっているということだ。ガンボルト層の主要登場人物は2名を除いて1人残らず登場せず、
前作とは時系列が繋がっているにもかかわらず、前作、前々作のキャラクターとの絡みは極めて少ないものとなっている。本作のモルフォはこれまでの慣例となっている要素を維持するためにいるようなものなので、設定上重要ではあるものの、シナリオを盛り上げる要因として機能しているとは言い難い。なのでそういう方面での続編として期待したプレイヤーの中には、強烈な肩透かしを食らったというプレイヤーも存在する。そういう意味で本作のシナリオはかなり賛否両論になっていると言えるだろう。シナリオは相当苦心したんでしょうね。少しでもプレイヤーの期待をいい意味で裏切ることや、新規プレイヤーのプレイのしやすさを目指したのだとは思う。しかし続編のシナリオと呼ぶには微妙にもなってしまっている。そう言わざるを得ないな。さらにシリーズ恒例の隠しエンディングは、苦労する割にシナリオの本筋とはある意味全く関係のないエンディングになってしまっているため、本作単体でのシナリオの評価にも悪影響を与えている。一体どんなエンディングだったのかしら？ガンボルト層のように、隠された物語の一部が明かされる、というものではなく、これまでのシリアスな雰囲気をぶち壊しておふざけに走ってしまったエンディングであるとだけ言っておこう。他にもイマージュパルスの入手方法、これも否定的意見が多い。どういう入手法なのかしら？イマージュパルスはステージクリア後に確定で入手するものと、ランダムで入手するものがある。これの入手画面ももろにスマホゲーのガチャを彷彿とさせるものとなっており、あまり評判がいいとは言えない。このイマージュパルスの入手数は隠しエンディング解放条件となっているため、単純にランダム確率での入手自体があまり良い仕様とは言えない。ランダム要素の使い方があまり良くなかった例と言えるかもしれないわね。以上で今回のレビューは終わりだな。アクションとしては優れているけど、それ以外の面でいろいろもったいなかった作品なのね。細かい点をつつけばまだあるが、アクション面では本当に文句のつけようもない。しかし、シナリオはロックマンに例えるなら、ロックマン X からロックマンゼロに飛んでいるような内容になっているため、ある意味続編と呼べるかどうかは疑問の残る作品になってしまっている。エンディングもこれまでの総決算というよりかは、とりあえず事件が起こってとりあえず解決しました程度の内容なので、シナリオの規模や敵組織の大きさに反してこじんまりした印象は拭いされない。ただ繰り返すようだがアクション面では本当に文句をつけられない。本作以上のスピード感を伴ったテンポの E2D アクションが、現時点で存在するとはちょっと思えない。唯一無二、ハイスピードアクションの頂点。そう言い切っても決して過言ではない。アクションゲームが好きな人は全人類手に取るべきだ。本作からプレイし始めるとなるとこれまでのシナリオが理解できないまま遊ぶことになりかねないんじゃないかしら？そういう意味では逆に本作のシナリオはプラスに機能する。何せこれまでのキャラやシナリオの内容をバッサリ切り捨てているからな。なので、本作から遊ぶ分には何も問題ないと言っておこう。なるほど。というわけで、今回はこの辺で。励みになりますので、チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。